貴様一人で来るとはな。もはや不敬である。てめえに教える義理は攻撃の威力が桁違いです。魔力をうまく扱えていませんね。悲しいですね。強がりもいいですが、私はホテルに行くんだよ。こりゃ急がなきゃ嘘だろ。今死ね。なかなかやるな。だが、もう狙いも定まり、やはりあなたでは勝てません。今日の私は考えなしじゃねえんだよなあ。そろそろその嘘なき、ねえ、私が悪かったんです。バカ、とっくに玉切れだっつうの。これでホテルに興奮。いいわアリス、これならギリギリ押し留められるわ。変身こけちゃうわよ。おい嘘だろ。この辺りにいるのはもうあなたたちだけよ。早く逃げて。ここは私がやるわ。あちら。まだ動くか。私の世界征服からうぞうむぞうの愚民どもを守ろうとしたの。この世界は私が滑るためにあるということだ。何一つテンション上がらない。大体何なんだ世界征服って。子供じゃある。ロードさん、私が正義に目覚めたと言いました。だから私はマジアベーじゃない。ならばあなたは奪われる側ですね。仕置きの時間です。仕置きだと誰かが私を倒すでしょう。なんだこれは。ベーゼ、だから言ったでしょう、あなたは奪われる側だと。彼女の目に映るのはフィルターを通したロードへの、ロードを貶めがいのある姿にね。しかしつまらない能力ですね。押しつぶす程度しか。なんだこれは。貴様、戦いを何だとか。ナエル、私を助けろ。そうすれば今までのことは見せるぞ。私は世界を。ロードへ乗るね。ごめんなさいわ。はい、よくできました。これってなぜこんな。ベーゼたちの魔力は彼女たちの素質から育ったもの。使い捨てにしては上出来だったね。ロードへ乗るね。ベノさんってばどうしてレオパルトの力のこと教えて。ああ、すべては僕の手のひらの上だ。弱ってたしな。どうかしたかな、ウテナ。はい、ラードベースにホテルください。ホテルだって。二度するとする。お呼び立てしてすみません。仲間になろうと思ったんですか。それにあんたたちはまたまの歌をちゃんと聞いてくれたし。ネロアリスは星3だけど、シスタギガントは星3で能力も文字通り効かない。だからまたまたちが手を貸してあげよう。お聞きしたいことがあるんですが、魔法少女狩りに参加してたんです。またまたネモで結構な数勝ったかしら。私がいなければ攻撃も当てられねえくせによ。お預かりしていた変身アイテムお返しします。トランスマジア。ようこそお二人とも。お前アリスになんてもん作らせてんだ。このドールハウスは吸音材を使い、私照明のオンオフもこちらで自在ですので、私を満足させてくださいね。なんだブラボテ、なんでバラバラな。おいアリス顔は。さ
先のシスタギガント戦やロコとルベルとの戦い、特に君の力不足でルベルあんなことが今後も続くようでは困ってしまうな。うわあ、これ切ったらダメなとこじゃん。またろくでもねえこと考えやがって。ですが安心してください。あなた方にもっと仲良くなっていただきたいんです。少しは静かにできねえのか。言っとくけど、ロコはまだ怒ってんのよ。なんだか客を操ってたってこと。まあまあ、ロコムジカさん、素晴らしい歌をね。やっぱり言ってあげるわ。なんだと。我が組織の幹部として派遣の一端を握る。ずっと一緒にいたんだ。払い箱だ。私がうっせえ、みんなバカ。うまく歌えるようになりました。だいい加減にしろよこのタコ。ふざけんじゃねえぞ。ほらもう、いつまでメソかいてる。それではしてしまいましょうか。何言ってんだお前。するほど仲がいいとはよく言ったもの。するわよ。ちゅだってしなきゃ出られないわよ、どうせこの部屋。嫌じゃないのか。閉じなさい。そんなわけないじゃない。私が見たいのはもっと先です。キスくらいではいつまで。さあどうしました。手が止まっています。深い愛を見せてください。関係ないわよ。そうです、お二人とももう。ほら、とってもじゃねえぞてめえら。大戦した。いや違うね。ロードの魔物は彼女の魔力そのものから、この魔物たちは消滅しないの。エノリータさん、悲しいですね。エノルミート両手で叩き潰してあげます。なめんじゃねえぞ。ここは私らに任せて、ロードのとこに行って。マニアさ、この戦いが終わったら。わかった。じゃあお前ら、ザコどもは頼んだわ。大丈夫だっつの。くせえ。オラオラバカ子の攻撃。こんな攻撃が今の。あなたが無理です。みんな同じことばっかりよ。